ウクライナのゼレンスキー大統領がニューヨークの国連本部を訪れ、国連総会に出席する見通しであることがわかりました。ロシアによるウクライナ侵攻後、国連本部を訪れるのは初めてです。国連本部では、19日から各国の首脳らが一堂に会する国連総会の一般討論演説が行われます。国連安全保障理事会で9月の議長国を務める アルバニアの国連大使などによりますとゼレンスキー大統領は19日の一般討論演説に続き20日の安保理首脳級会合にも出席する見通しです。去年はビデオ演説での参加でしたがロシアによる侵攻が続く中、各国の首脳らに直接支援の継続を訴えます。こうした中アメリカカのの NSC 国家安全保障会議のカービィ戦略広報調整官は1日 ウクライナ軍の反転攻勢について南部ザポリージャ州で過去72時間に注目すべき進展が見られたと指摘しました。